ブーイング祭りがわっしょいわっしょい、どうもトモキンでーす。一個一品で作って食べるよー。はい、これから調理してまいります。調理ではないか、お湯を沸かし直して、こちらね、超大盛りもりもり食べていきたいと思います。さあ、これを2つ。さあさあさあ、やっぱね、食べて、でも一番最初のカロリーよりは断然少ないでございます。一番最初が3920キロカロリーなので、はい、全然変でもないと思うんですよね。これはもう作ってペロッと終わっちゃうんじゃないですかね。ベラソントで終わっちゃうんじゃないですかね。よいしょ、ベラソント。そう、いつも半分以上ね開けるんですよ。あれ、ソースがない、あった。火薬を打つ、火薬を、これ本当の1個で作りたいんだけどな。よいしょよいしょ、もう1個ベラソンです。あーい、しょっと、ほっ、あ、落ちた。今日僕をね、見かけてね、こんにちはって声かけてくれた少年がいますよ。いや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 、あれはすごい嬉しいですよ。もうちょっとね、余裕があれば、時間にですよ、余裕があればなんかご一緒してやってもよかったんですけど、あげてもよかったんですよ、なんかね。すごいね、パフォーマーなんですよ、その少年。マウンテンバイクでね、パワーウィーリーしたり、ジャックナイフしたりね、ドリフトしたりして、結構すんごいんですよ。おたかたた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 いいんでないの。よし、足りた。足りねえかと思っちゃった。俺、押さえるのがないから、これで押さえる。よいしょ。いや、でもね、すごい優しい子ですよ。見た目も可愛いし、少年ね。すんごいね、挨拶してきてね、丁寧で、教育がしっかりなってるなって分かりましたね。親御さんの教育がしっかりなってるなって感じましたね。いや、すごいですよ。これ、包丁こいじゃうか。暇なら包丁こいでいいですか。お湯捨てるまで、湯切りするまで、包丁こいでいいですか。すいません。暇なんで、キッタッキッタッと言ってる間に、包丁を、あ、ちょっと待って。これ、開くって言ったら、一回溶いたんで洗わなきゃまずいですもんね。バリバシよし、オッケー。オープンズ。あっち。あっちよ。どっちがだよ。こっちがだよ。こないだな、しくじいたからな。焼きそばな、お湯が多すぎてな。残っとって。今日は綺麗に。お湯、湯切りできたかな。ちゃんと。ちゃんとできたかな。湯切りが。ああ、こっちが伸びてしまう。じゃなりって、って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 。よし。ちゃったけ、しまえ、うるるうるうるうるよべよし、これでいいの、これでいいのだ。天才おバカバンバン、天才バカバンバン、いかつい、なんか届いたし、なんかメッセージがなんか届いたし、わー、行くぜ、いでよソース、イン、よいしょ。さあ、2個いっぺんでございますからね。はい、まずいのが向こう行ってからもいいか。よいしょ。はい、とりあえずここで一回向こうに移動します。はい、どうも。私の幸せなお時間がやってまいりました。
こちら今混ぜますよ。一つ目、よいしょよいしょ、きれいに、よいしょきれいにね、よいしょ混ぜ混ぜと、下から上へとね、ベベベ混ぜて、あーなんかクリアと思ったの、部屋電気つけてなかったよ。早く来てよ。よし、いいだろう。一つ目、一つ目混ぜ終わりました。はい、一つは混ぜ終わりました。もう一個吸い切っちゃってんじゃないの。大丈夫、大丈夫だね。まばらじゃこれでダメじゃん、ちゃんと混ざんなきゃ。よいしょ、あ、いいねいいねいいね、こうやればいいのか。よし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 、で混ざってね。ああ混ざってないや、ちょっと一個混ぜてる間に、ね、すっちゃかな麺が。そうそう、うまいところ吸いやがったな、この野郎。よし、それではいただきます。まず1個目いただきます。おいしいね、やっぱり。おいしいな、もう。おいしいね、幸せ。皆さんは何やってる時は幸せですか？僕は食べたりしてるときも楽しいですけど、散歩してるときが一番いいですかね。一人でブラブラとお散歩して、そして一日が終わる。それでも頑張って行かないと。こうやってね、表で見かけたら声かけてくれる少年みたいな人がね、どん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 増えてくれると嬉しいんですけどね。なんかすごい感動しました。幸せですよ。1個目だって、1個目完食です。はい、お次食べたいと思います。よいしょ、5時50分なんですよね。まだ夜ご飯の時間じゃないと思うんですけど、でももうどこも出かけるところもないので、春の交通安全でおまわりさん多いですよ。まあね、危険ですからね。玉突き事故とか結構昨日もテレビでやってましたからね。自分
分が気をつけてでもやっぱりね相手側がちょっとね気をつけてくれないとね事故になりますからね。でもここ最近あれなんですよ、また話変わりますけど、ちょっとお茶飲みます。セブンイレブンのこの麦茶、お散歩の時に買ったんですよ。ここ最近ね、またあれなんですよ、インターホンが激しいんでございますよ。とてつもない嵐が来るんですよ。昨日はピンポンもありましたけど、その前は家の前で出てこい YouTuber とかって言ってましたけど、さすがにね、あの声からして子供だったんでね、出てこい出てこい YouTuber なんつってね叫んでたんでね。さすがにあれはびっくりしましたけど、出てこい YouTuber なんて言ったってほいほいほいなんて出ていかないですよ。ごちそうさまでした。よいしょ、洗って捨てないとな。でもまあ本当、あの礼儀正しい少年を見習ってほしいですね。最後までご視聴ありがとうございました。美味しくいただきました。ありがとうございました。